どうも皆さんこんにちは、松本まちさん一輝です。おはようございます。おはようございます。どうもというわけで、晴天の中ですね、いやーやってきました。おい長野県は松本、こちら ABC 松本白板店さん。はい、はい、この間も山梨の ABC、 そうですね、最近お世話になってます。そうわちゃわちゃやってるうちにですね、はい、ああだこうだやってて、この間 DMM パチタウンの 9周年、はい、そうです、はい、9周年をお迎えになられたということで、まああの時をDMM パチタウンが始まると同時に時をほどなくして始まったこの番組もですね、はい、そうです、なんと今回でリハ回ということで、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。200回やりました。やりました。どうも、はい、いろんなことがありました。本人知りませんでしたけど、知りませんでした、はい、だからなんでゲストがいるんだろうと思って、なんでだろうな、はい、なんで何昨日だから、なんでこれ何なのって言われてゲストの方に、はい、ゲストの方になんで俺であれなのって、うん、しょうがないですってしょうがないですが、基本的にあのナスママとかあの当日まで俺わかんないです、うん、みたいな、農法連想でやってます。そう、農法連想勘でやってます、なんと今回200回ということで、いやどうもどうも、そうゲストの方をお迎えしてやっていきたいと思うんですけども、はい、今日はね9周年の時に、はい、小野さんに来ていただきました、はい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 、まあだからナスママにゆかりのある人ということで、うん、200回記念はこちらの方です。どうぞ。どうも皆様、お久しぶりでございます。松戸市長奈良市です。よろしくお願いします。いやーやってまいりました。200回記念だそうです。よく続いたね、200回こんな行き当たりだったんで、まあ、本当に一重に皆さんのその通り、はい、いやこちらも呼んでいただいて、まあ、ちょっと最近お仕事減ってますんで、本当にありがたい話でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、嵐くんはね、第22回に来ていただいて、こんな前だ、8年前ぐらいじゃん多分ね。7年前ぐらいで、7年ハーデスをね、ああそうです、ああそうだそうだそうだ、岐阜の方で雪降ってたの。そうだ、雪降った。あのね、朝まで酒飲んでて起きたら大雪になった。あそうだ、懐かしいね。すごい感じ。いや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 、これすごい雪ですよこれ。はい、乾杯。お疲れっす。僕カンパチ大好きなの。ちゃんとこうやって見せるところからだね。あらら、醤油にこれ乗った油がパッと広がるのがまた刺身風味。おい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 、おいよく見てください。どうぞ。天の川ができてんだよ。それで天の川が。ああ、そうっすわ。7年前。7年ぐらい前よ。いやもうそれこそだから言ったんすよ。うん、もうあの7年も経って年も取りましたし。次の現場にあの頭いて頼り込んで、もう市川くんだけになりました。確かにね、はい、みんな大人になって嵐さん、嵐さんたちアルコール姿となくなるから、ノーアルコールでいっちゃうから。ノーアルコールですよ、はい、というわけで抽選ももう受けてるんで、はい、あの5分あと5分落としては最初に並びで何か打つという形でいいですか。そうそうそう、まあまあ可能ならば新しいメナ台がいいですけど、はい、まあ、とにかくはね記念なんで、まあ、楽しくいきましょうよ。はいはい、空いてるところじゃあ並びで取って、そう、わかりました。多分遅めに入るかな。ええじゃないよ、抽選受けて俺は遅めに入るかな。え、なんか嵐システムってやってませんでした。いい、抽選の時に後ろのお客さんに嵐システムやってください、任せてください、バチャーみたいなやってやった。映ってないのにね、カメラ撮られてないのに、ね、やったじゃん。やった恥ずかしい。こうね、クイゲってやるのが、え、抽選ボタンクイゲって、抽選の嵐システムもあるんですか。あのクリクリクリックっていうのはクリクリ、まあ、大体上手です。名前、ネーミングギリ。あれ、ギリ、いや別にその単位はないですよ。それで、64。意味ね、意味がね、力がね、まあ、昨日も最高でした。はい、その技の力ね、待ってる形で、はい、すごいなぁ。まあだから好きなとこ行っといてもらって、合流した時に考える。あ、合流。まあちょっとじゃあ探検しますわ、初めてのお店さんで。そうね。はい。まあまあ最悪もね、あのタコはパチンコも元気です。まあまあいいですよ。ちょっと最近人気ってのは違うですか。ちょっと仕事増えてるね、軽くね、もったいなび拝見でもいいです。うん、まあ、パチスロ第一子でもいいです。わかりました。じゃあ店になってほっ始めましょうか。おっ、始めよう。はい、というわけでおかげさまで200回無事勝利で勝てるように頑張ってまいります。おい、最後までお届けください。行ってきます。はい、間違えちゃったね。
神様だな、デカペイン。さあ、というわけで私の方がパス度蒼天の剣4。おお、はいはい。そして嵐さんの方がパス度ゼガペインオルタ。オルタでございます。まあ並びで取れるのはまあここぐらいだったかなと。そうですね、いう感じなんでね。なんで今これなんだっていうね。まあ確かにご質問あるかもしれませんが、2人で取れるところはもうこれしかなかった。大盛況でございました。朝一からこれは嵐システムの弊害がもうねえ、クリクリクリクの弊害じゃないの。どちらかというと前世の弊害だと思う。あ、まだそれ引っ張ってたね、それ。いや、もうあまりにも抽選が悪すぎて、もう前線のせいにするくらいしかないんですよ、理由が。チャンス目、強ベル引きましたけど。お、かっこいいなあ。もう一発強ベル。いや、全然よい。おお、早チャンスゾーン、はい、チャンスゾーン。これ登竜門チャンスっていうので、でここで敵キャラが選ばれるとチャンスも始まるっていう。だから左が選ばれちゃうと始まんないように。あ、そうなんだ。まだ決定じゃないんだ。この台はあの押し順を引くことがめちゃくちゃ大事なんで。ああ、なるほどね。そう、真ん中行けば大円、大円出てきますよ、大円。ああ、でも絶対勝てないやつ出てきた。いやいや、いけるいけるいける。絶対勝てないやつ。いける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 。なんて野郎だ。どうなの、どうなの、何ですか、どうなの。これ攻撃、攻撃。お、そうなので、これでラリュー盤が止まるとダメージ。あれ止まったけど。止まって、これであの相手のヒットポイントが9あるんで、それを1個ずつ減らせて ST ゲーム数がリセット。今だから5対8ってことですか。 5対8だから。レイオーは結構やっぱ強いんですよ。子役引かないとダメなんですよ、子役を。めっちゃきつくね。めっちゃきつくね。まあ、レイオーはちょっと強いんで。何も引けない。レイオーはゲーム数で減らないんだな。何も引かない。レイオーはあのラリュー盤止めないと減らない。なるほど、なるほど。あの要は体力が強いキャラほど多いから倒しづらくなってるよみたいな。ST っすわ、ST。ST。ゼーガペインはどのような台なんですか。ゼーガペインはあのリアルボーナスプラス AT ですね。あ、リアボ。リアボなんですよ。でまあ、チャンスゾーンがやっぱりそのレベルを上げていくチャンスゾーンで、最高レベルまで上げると全部の恩恵、特化ゾーンとかも全部もらえて AT がスタートするみたいな。嵐君ってあの知らないパチスロ台ないんですか。いやいや、あります、あります、あります。だいたい知ってるよね。なんか、いや、でもあのゼーガはすげえ好きで打ってて、ほら、今日おお、90% っすよね、これ確か。うん、もうね、強いよ。 90% 以上で何かしら出てくる。さすが200回記念だな。飛ばしていきますよ。200回記念とは思えない台なんだよ。まあ申し訳ないけど、メーカーさんにはちょっと失礼だけど、あのまあまあ今これっていう。まあ 6.5 じゃないしねっていう。今これっていう。でも稼働っていうか大人気でした、朝。もうスロットコーナーの入り口の方がね、もう大人気。大人気。いや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 。あのね、あの要はね、モードが低いのよ今。納得いかねえ。モード？モードが一番下なんで。納得いかねえ。あの1枚モード2枚モードってあるから。そんなおかしい話ないじゃない。いや、だからモード上げてから引けや、じゃあ。早いんだよ。納得いかないです。嵐君に言ってもしょうがねえから。納得いかないです。俺開発者だねえんだ。これせめてこれ弱くないと。まあね、まあね。いやいや、レオ。勝てることあるから。レイオせめてここはレイ、これだってこれないんだもん。確かにね。だからかなり薄いよね、勝ちがね。そう、今までの北斗シリーズみたいに。よっしゃーってならないじゃないですか。まあまあまあ。よっしゃーってならない。だいたい A だもんね。これでこうなんだもん。そう、まあまあ。強チリこうなんだもの。サミさん聞いてます？サミさん。バランスちょっと。ただ、まあ、ただサミーさんはカバデリが今絶好調。いや、面白いよね。本当はカバデリ打ちたかったんで。だこっちの僕らの後ろにあるカバネリとシンフォギアのこの、ね、並びだったら最高でしたね。入り口のここ、まあ、それはまあゆえにあの嵐君の、ね、引きがというのはちょっとありましたね。いや、まあ、ね、こんなゲストに全席に追わせる番組あります。犬屋さんとね、カバネリ取ろうと思ったらもうね、トップ通過じゃないですかね。いや、まあ、そう一桁引かないと、うん、ゼロ台スタートじゃない。まあ、多分バッチが20何番僕25多分25でも多分無理だったろうな。私がギリ空いてたぐらい。ああ。嵐さんもうドカ遅れなんだもん、完全に。でも今日ちょっと早い方だったから。いいスタート切れてる方だから、ね。見えてた本当。そう。あ、冬の舞浜行くよこれ。
出た舞浜。来た何がどう暑いのか全然知らねえから。この冬の舞浜行くと、冬の舞浜、え、千葉ってことですか。ここ千葉ですよ。あ、千葉なの。舞浜サーバーの中に入る。現実世界の話なんだね。現実世界にサーバーがあって、この人たちみんな仮想空間の人物なんで。仮想空間、マトリックス的な、はい、そうそうそう。でこの冬の舞浜行くとチャンスゾーンに入る可能性があるっていう。これ原作アニメもあるんだね。原作アニメあります。おチャンス目。何が熱いのか全然分かんない。ここでボーナス行くと絶対チャンスゾーンついてくるんで。ほうほうほう。あ、お得。お得なんですよ。で今結構厚めの演出来たんで。あ、これいるかいないか。テンパったら2角。テンパんないともうダメです。今までずっと今年で何年でしたっけ、パスタライター。俺18年。18年、多分18年間テンパったら2角テンパったことないですもんね。いや、あるわ。だとしたらボーナス引けてないけど。引けてないってことになるだろ。ボーナス引けてない。いやだから2角出たことないですよ。あるわ。むしろ一番好きな2角だわ。本当。テンパったら2角ですって言ってテンパったことまだないらしいですよ。いや、おい、マジで言い過ぎだろ。逆審査じゃん。逆審査。あ、また。いやあれだから追加とか引いてモード上げてから刺して、低モードで低モードで結構引いてた。あ、じゃあ上がってないよ。結構引いてた自覚あるんですよ。上がってない。200回記念なんだからもっとポジティブにいこう。相手にとって不足なしじゃん。ネガティブすぎるでしょ。いけるいけるいける。レオに勝ってこそ200回よ。挑めもしねえ。挑めもしねえんだよ。両脇がこうなんで、うん、やっぱ中はちょっとおっていうの欲しいじゃないですか。まあ確かに。一か八かか。一か、まあまあ確かに。これもチャンスみたいな当たりやすい。ほら、チャンスゾーン来ましたよ。これチャンスゾーン。はい。これはちゃんとチャンスゾーン。チャンスゾーンです。でここはあの一応アラシステムダークサイドレボリューション使ってくるんで、もう一回いいですか、もう一回いいですか、はい、もう一回いいですか。普通にみんなが知ってる体で言うのやめてください。ダークサイドレボリューション、ダークサイドレボリューション、ダークサイドレボリューションとは、はい、あのここはまあ難しいですけど、ランプの光が消えた時にレバーを、この消えた時、覚醒ゾーンのロゴにこう光が走るんで、はい、今この消えたタイミング、闇の力で、ダークサイドね、はい、だからこのあ、ここですね、ここでレバーを叩いていく、そういうアラシステムでやっていきます。やべ、ミスった。ちなみにそれ何を起こ、何を起こせば、あれ、これはまあ、レア役を引きたい。で一応リプレイも、まあ、そこそこレベルアップ抽選するんで、リプレイ以上の子役を引いてレベルを上げると、まず AT 当たって、うんうんうん、で後乗せもらえて、うんうんうん、特化ゾーンもらえて、最強の特化ゾーンもらえて、あ、段階的に、段階的に、俺打ったことないけどクリちゃんが打ってるのよく見てるんですよ、ね、そう、クリさん好きだから、うん、でクリさんもあのダークサイドレボリューション使ってるはずなんです。あ、そうなんです。そうなんです。一回も聞いたことないです。よそで絶対やってないですよ。あいつ一回も聞いたことない。よそで、よそで一回もやってない。多分よそでは恥ずかしいんだよね、多分。ああ、まあ、そういうとこあるんだよ。ちょっと格好つけちゃうとこあるんだ、あの人。まずはリプレイね、皆さんちゃんとダークサイドやってますからね、あの人は。はい、もうひっそりと呼吸するようにやってます。ひっそりとやってます。流れる光が2連で来るからね、2連の後ろ側ですね。そうそう、そういうことです。2連の後ろ側が消えた。で、あのここあのポイントはこの羽根がちっちゃく輝くんで、ね、その間を取らなきゃいけないんですよ、うん、ここです。あー、来た、はい、おー、来た来た来た、うえー、やったね、曲がってたじゃん。お、これ怖いの、怖いの。絶対左行ってよ。左左、絶対左行ってよ。左左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 引いた、あの、ヒョーベルだ。いや、スイカだ、スイカだ。え、これどうなんの、これは。あ、やさか。おー、だから真ん中以外だったら、真ん中以外は熱い。まあ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 、熱い熱い。すごい落とし穴。おい、すごい落とし穴あるじゃないですか、これ。200回なんだからやれよ、お前。すごい落とし穴ある。真ん中はダメよ、真ん中ダメよ。くっ、痛い痛い。間を取っていくスタイル。まあ、オッケーオッケー、よしよしよ、よしとする。ヒエン、ヒエンはまあまあ、だってそうだよね、こうだもん。よしとする。あ、オッケー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 。弱いな攻撃。いいよ。
あー、オッケーオッケーオッケー、ダメージね、オッケーオッケー、まあ1でもね、ダメージ与えることが大事なんで。あー、カウンター入らない。でも星3個でもこの難しさがなかなかハードル高い。もうちょっとベルとか引いてもいいですけど、上段ベルとか。いやー、ちょっと厳しい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 よ。あー、ダメ。あうわ、きっちー。今のであれか、きついな。まだここ来る、まだここ来る。そうね、あ、そうか、今そうですよ、うん、ラリーバコ、ね、あ、ラリーバコ終わった、ラリーバコ終わった。いや、俺も結構危ないんだよ。あの、なんかもう朝はもう早からだけど、俺今日すごい地獄人生の予感が好きしてるけど。いや、大丈夫大丈夫、すげえ地獄の予感してるよ。ほら、熱っ、これめちゃくちゃ熱い、めちゃくちゃ熱い、めちゃくちゃ熱い。嵐くんのめちゃくちゃ熱いからあんま信じられない。これは熱いっすわ。これ逆手ですけど、赤はマジで熱いんで。これは熱い。おお、きた。嵐システムに敗北はない。うわ、来た。敗北めっちゃ見たことあるけど。まあ、よしとしましょう。敗北のパターンしか。うん、で、これでもう一回やれるんで、レベルアップして。あ、戻る。はい。で、今度は頭背をかけて。あ、面白いこれ。戻るのか。戻るんですよ。リプレイどこ行った？あ、来た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 。で、この時にここはワンワンって言った方が熱いんで。今のは言ったんですね。今言いました。あ、まあまあまあ、まあ悪くないです。で、わわわん。わわわんって言うんですね。わわわん。で、ここで受け取ってって言われなければ結構熱い。言われたな。でも緑はワンチャンです。緑はワンチャン。あ、レアエク引いてる。おつ。チャンスだ、チャンスだ、チャンスだ。ボーナスある、ボーナスある。おつい。てんだ。ダメ。ダメっぽいです、ね。ダメ。はい。40% ぐらいなんですよ。まあ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 、うん、いつも通りの絶望感すごい。ただ僕はあの最終告知に回るパターンがあるとし、あ、めちゃくちゃ熱い。リプレイ、チャンスめちゃ、ボーナスいるんじゃないですか。これリプレイだと思う。うめえ。うわー、追加アタック。はい、2周。はい、3周目。3周目。ここで当てれば、あの、バニシュメントモードっていう特化ゾーン入るんで。ちょっといいっすか、200回なんで、嵐くん。やっちゃいましょう。うん、セブンインパクトでお祝いしましょう。いいっすか、200回なんで、ここまでいいっすか。もちろん、もちろん。大オーラだ。いいっすか、ここまでいかなくて。大丈夫ですか。そこまでいったら、何が起こるか言う。追加投資。知りたいけど。追加投資。ここまで。うん、ダメじゃねえかよ。さあ、最終ゲーム。クリスさんがそういえばすごい面白いゲームで、面白いゲームで、面白い台ですげえ負けるのやめてほしい。誰が？クリスさんが。いや、嵐くん、俺に？カバネリ、カバネリっておもろいのってクリスさんに聞かれて、いや、めっちゃおもろいですよって、嵐さん8万負けてた。まあそこはね、ね、あの、面白いのも面白くなく見えちゃう。ゼーガペインもそうなんだよなって、せっかく面白いのに嵐さんが打つせいで稼働落ちてんだよな。そんな力ねえわ、俺に。影響力すげえ。影響力すごい。まあ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 、まあ、まあ、すげえやめて、すげえ負けんのやめてくれって言ってました。俺だってやめたいんだよ。言われてもね。そう、言われたと俺だってやめたい。ちゃんと打ってほしいって。本人が一番楽しみだよ。ちなみに僕はあのボーナス感1800ゲームハマったことある。ゼーガーペイン。お、レア役です。まあ、これはだ結局あれですよね、この AT1 にボーナスが引けたらワッショイってことですね。ワッショイ、ワッショイ。上乗せもあり、出玉も増え。そういうことです。よし、俺も当てよう。そうなんよ、まあまあ、200回記念なんだから、お前、バッショイ、ただでさえ装填の剣4なんだから、あのワッショイする以外ないぞ、それ見せるところ。いや、これ装填は当ててからだから、結局、うん。ワッショイしないとな。当てて、おい、いいや、バッショイとこれ、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 これ。あ、2角、2角、2角、ボーナス当たった。なんで止まれば2角って言わないんですか。だから、言ったら、言ったら止まんないんです。生涯だから。言わないから、あれしたんですよ。テンパったんですよ。今言って、あ、だから。じゃあもう一生言わない、俺。いや、やめた方がいい。一生言わない。言わない方がいいですよ。一生言わないわ。セガボーナス。二角。だ、外れてる時、ボーナスなんか立ってない時に言っちゃうんで、多分。あ、分かった。だから1回目、これいねえなっていう時に言った方がいいですね。あ、分かった。すげえって言われた時に、うん、ちなみにこれテンパった二角なんですけど、今はいないっていうパターンの紹介の方がいいです。なるほど、なるほど。さあさあ、バッチもチャンス。よし、
真ん中やさかやさかやさかはもう余裕よ。やさかさん大丈夫？ヒットポイント3だっけ？3です、うん、あ、これはもう決めないと。3発3発何か引けばもう、え、これ通ったらもう AT ラッシュ。そうです、ラッシュは面白いんだね。ラッシュがおもろいのよ。よし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 、見せてくれよ。だからこれ あれですわ、もう押し順、押し順当て、当てっていうか、当てっていうか押し順出し、そうだ、押し順出しゲー。 あと1だぞ、おい頼むぞ、おい、よし、いったべ、さすがにいったべ、まあ大丈夫でしょう。よし、ナイスファイト、よかった。5000円223、これ早い方だから、しかも早い早い、全然早い。まずは晴天の方かな。そうね、最初はね、後天こそ全てですけどね。前の方と待ってね、赤7と青7で性能の違いが ね、これいいの、これは何、これは晴天、晴天、晴天なんで均等に安定して満数が取れるっていう。20で最後に、あ、決めるのね、最初ね。そう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 、はいはいはい、分かりました分かりました。でもぶっちゃけ晴天でも継続ジャッジクリアしてどんどん伸ばしていけば結構枚数乗るんで。次、よし、うまいうまいうまい、よしよしよし、いやこれ結構伸びるよ。あ、見てた、ボーナスあった。これ10ゲーム乗せて復帰です。うわー、終わる、うい、うまいうまいうまい、よしよしよし、これはうまい、伸びてるよ。あら、おー、あら、だいぶいい感じに、しかも割とバランスも良くなってきたし、うめえ、これはうまいわ、うまい。ここまだまだやったー。でもまあまあ410でかい、410ありますね。左だな、これ右以外だったら全然いいですよ、うん、まあまあ真ん中でも全然いいですね。ああ、ライトニングインパクトか。え、今なんかやりました。390が光った時に出ましたね。勝手に追い込まないで。今ってことは390の可能性あるんですか。いや、いや保険かけたのかなと思って。あ、なるほどなるほど、うん、勝手にアラシステム使ったみたいな感じになりましたけど。うめえ、これレア役じゃないの。レア役、あれ、え、これじゃあどれの。これはレア役の種類によって一番いいとこがもらえるか全乗りかですよね。うん、確か全乗り、全乗りがあるんですよ。マジやば、うわ、強中じゃん強中じゃん、やべ、どうなのこれ。俺初めて見たから。全撮りだろこれ、さすがに。何、全撮り全撮り全撮り、え、マジ1000枚1000枚、やばー、来たー。いや、なかなかこれのレインボー見れないんで。松本、さすが200回記念、200回記念ありがとう。超面白いですよ、ソテッド4超面白い、面白い面白い、ライトニングインパクト今のでも、そう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 、ね、アラシステムだったんじゃないの。え、泥棒じゃないですか。あれ、アラシステム泥棒じゃないですか。ライトニングインパクトいいね。うわ、怖え。そういうのから戦争って始まるんですよ。歴史の改変みたいなのが、手柄を横取りしててね。うわー、すげえ、1000枚したと。いやいや、いいね、てんこ盛りだぜ。いや、すごい理想系。さすが200回記念。勝った勝った勝った。有言実行スタイルです。なになになに、 80% 出てる。何が何が何が、チャンス目で 80% 出てるんですよ。ボーナス、ボーナスの可能性全然あると思います。 80% 出てること気づいてないってすごいけど。いや、こっちですって。さあ、どう。でこれリプレイなんで、でバットで行って、で実はですよ、これ緑なら中で狙ってるんですけど、はい、滑ってった方が熱いんですよ。あ、止まっちゃった。ほら、言っちゃうから、うん、言っちゃうから滑んないし、やっぱ。でも弱いんだよ、敵も。いくよ。はい。ないないです。ほら、言っちゃう。先に言っちゃうから、やっぱ。あ、いや、80%熱くなかったっけかな。
いや、80% 暑いでしょ、ね、80% 暑くなかったって、そんなバカなの。お、またチャンス。言わない言わないスタイル、ね、狙いに行きましたけど、言わないスタイルを言わないスタイル貫いてます。18年目なのに後輩のアドバイスを鵜呑みにしていくっていうね。え、今日は2人とお二人はあれなんですか、あの別々ですか、ノリですか。あ、ノリです。ノリですか。ノリですか。ノリですか。ノリですね。お、よかった。もうあのノリ打ちというノリ打ちの力ね、はい、棒を背負ってます。棒ね。あ、そうね、こちらの方と乗るってことのね、はい。さあ、これで後乗せのゲーム数出てくるんですけど、はい、白だからまあまあ30だと思うんですけど、うん、ね、さあ、僕終わっちゃったんですが、一応ここの1ゲームでレア役引ければ何でもいいんで復活します。言っちゃいましたね、はい、もう言っちゃ先に言っちゃいましたね。大丈夫、先に見とけ、本気出す1年に1回のやつ出ますか。天下の宝刀聞こえ。いやー、でも1年に1回引くんだったらここじゃねえな。そうだな、もったいねえけど。普通の AT 引き戻されてでも100ゲーム割に合わねえさ。100ゲームだよ。あ、割に合わない。100だよ。100割に合わないわ。一応やってもらう、一応やってもらう、やってもらう。本当ですか。どうせ引けないんだ。じゃあちょっとあの丹田に気を狙わせていただいて。あ、すいません、じゃあお願いしてもらって。あ、時間かかる系だ。時間かかる系だ。やってもらって、すいません。いくよ。はい、しっかりめに。ジョー来た。開くか。これ一応ね、入りました。レア役じゃなくても一応開くんで 0.4% ぐらい確かに。レア役じゃなくてもともう言っちゃってたけど。あ、あのもうレア役は否定されました。0.4%。あとは 0.4%。あとは 0.4%。こっちの方がすごいけどな。はい。スン。はい。スン。まあまあまあ。とりあえず327枚です。プラスですか。一応プラスです。まあ、年一なんでもうちょっと取っといてもらったらやっぱいいんでね。分かった、取っとこう。いや、だから左にチェリーかなんか止めてここレア子役引いたら難しいなだって上方でこれ実はレア子役引くとの順番の方がありがたい。でもね、初めてナスマを見た人こいつ説明遅くなって多分なるからそうね、なんで先に言わないのって言われるかもしれないですけど、言われたらもう引けねえからだよって言ったらいいんですから見たことお前言って、俺がテンパったら二角って言っちゃったやつでテンパったとこ見たことあるのかよって。いや、あるんだよ一応、うん、こんだけ言い続けてると。それはもう18年やってるステージだよ。ようやくボーナスいた。よし、テンパったじゃん。やっぱ言った方がいいよ。あ、言わない方がいいわ。そうですね。そうですよ。テンパったら味覚です。いや、ほら、いや、そうなんだ。で、これあのリザレクションボーナスって偉い方のボーナスです。なるほどってなるんで。なるほどって。さあ、リザレクションボーナスは一応バー揃いがありまして、バー揃いするとチャンスも。かっこいい緑なの。チャンスゾーンなんだ。もう AT 確定とかじゃない。ないんですよ。厳しい。ただバードロイをボーナス2回やれればレベルが上がって、あの AT 確定したりするんですけど。ただ一応当たったとこ、お、来た来た。で、当たった時にもうレベル2とかからスタートする場合もあるんで。なるほど。それが設定差あるって言いますもんね。そう、そこめちゃくちゃある。なんで今外れたか分かりました。うん、教えて。先に揃ったらチャンスゾーン確定でって言ったから。もうダリーダリーよ。どうすんだよじゃあ。ダリーよ。まあバーが知りてえもん。揃ったら何が起きるか見ててくださいねぐらい。だからもう見ててくださいから。もうこの先あなたはもう何も言わずに打ち続けて、うん、何か起こるまでなんで何も言わないのこいつって思われながら。やってた方がいい、うん、はい、だ確定テンパイオンとか出たらようやく言えるってこと。これ揃ったらチャンスが確定ですって、うん、これだってもうあのカットイン出たタイミングじゃなくてもうボーナス始まったタイミングで言っちゃったじゃないですか。言っちゃった。このボーナスダメです。だからそうなの。もう無理。分かりやすく言うと打ちに行く前に今日勝ったらって言ったやつと一緒です。ああ、なるほど、はい、フラグ立てちゃう、ね、フラグ立てちゃう。そのフラグが強いんですよ荒瀬さんは。だから逆にすげえネガだったら
すげえネガだったらもしかしたら裏返るかもしれないです。あ、じゃあちょっとやってみる。ほとんど揃わないんですけどバードカットイン出ますって解説してちょっと一回試してみる。全部ネガで、ね、ちょっと待ってね。そうだからもうこっからもうバチスロなんて勝てないんですけど。そう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 、このリダレクションボーナスなんですけど、まあ、僕みたいなもんには無理ですけど、一応なんかカットイン出た時にバーが揃う可能性があって、まあ、揃ったら AT が当たる前のチャンスゾーンに行ったりしなかったりするのかな。言っちゃダメです、言っちゃダメです、言っちゃダメ。揃わないんで、揃うって思ってないんで、うん、揃うって思ってないから、揃って思ってない人は言わないじゃないですか。まあまあ揃ったことみのこと、うん、はいはい、バーのカットイン出るんですけど揃わないです。ああ、分かった、っていう、まあ、とりあえずこのリトゼクションボーナスなんですけど、まあ、バーのカットインが出るんですけど揃いませんこれで、ね、これで、ね、裏返る可能性ある。そんなライター嫌だって。ほらほらほら、これで、ね、裏返る可能性ある。本当、うん、まあ揃わないんだもんね、うん、ほら揃うすげえマジですげえで揃ったら、うん、揃ったらこれなんですか。あ、一応バーが揃ったら確定ゾーン、チャンスゾーンに入ります。あ、そうなんだ。か、入りません。あ、入らない、入らなくはない。確定ゾーンには入る、確定ゾーンには入る、出てるもん。確定ゾーンには入る、確定ゾーンには入る。あ、そこはいい。本当に揃うんだなちょっと自分っていうものが分かってきたけど、でもどうなんだろう、これ逆にいっちゃうんですよ。そのやり方で打ってて楽しめるのかな、嵐君は。楽しめないですし、仕事もなくなるでしょうね。そうね、すげえネガティブなんだ。メーカー関係がまずないからね。揃いませんってどういうことですかってなるんで、まあ、その後は大丈夫です。その後は大丈夫、はい、あとはもうじゃあ普通にダークサイドレボリューションでやっていく。普通にやっていけば大丈夫。ダークサイドレボリューションは、ダークサイドレボリューションは続けていいんだね。続けていい。お、いいよ。青だけどいきなりは強って来い。強ってなら勝手なんですよね。あれ言っちゃまずかったかな、強ってなら勝手だから逆って。ああ、確かにそういうとこもですよね。なるほど。やっぱそれももう出てたら、まあ、本当に強中引いてたら出てなかったかもしれない。なるほど、うん、やっぱ今までその味覚出てるのも全部言ってないんで。なるほどね、はい、確かに、はい、確かに言わない方がいいかな、うん、そっか、ついに見えた。厳しいな、うん、小野さんという犠牲を払って嵐さんを闇から救い出す、覚醒させる方法、はい、見え始めましたわ。もう小野さんは救えないって言ってるから、ね、小野さんという犠牲を払いましたけど、救えないって言ってるんでしょ。だからこれしょうがない、もう小野さんは救えない、小野さんはしょうがない、うん、まあ今日ね200回記念ってことなんで、はい、まあいろいろね今までやってきましたけど、なんかまあ思い出に残るなんか回とかありますか。何を一番覚えてるかって言ったら、やっぱハレルヤを弾いたのを一番覚えてますよね。松本バラチ君、思い出の回やはりハレルヤと。いや、ハレルヤが一番覚えてるかな、やっぱなんだかんだ言って。これはすごいね、動画にハレルヤ残したっていうのは異業だよ。しかも満枚出てるっつー。そうですね、のもあるんで、まずは自分の分返してもらおうと思って。おーしょー、よしょー、へい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 。うわ、ボットでしょこれ。わかんねえぜ、ハズレがあるからね。ハズレー、でも1個手前にないと相当強いね、これ。ワン、ツー、ドン。うーわー、しやがった。クソみたいなタイミングだけど、20分前。うーわ、引いた。よーし。凱旋の場合はハズレでしか出ないからね、ガセ7が、ガソ扉7がリプレイで出ないから。うおー、あー、ハレルヤだ、来たー。うわー、バーついに、うわー、ハレルヤ引いた。おい、マジか。70万ゲーム、来たの70万ゲーム、ま、ウィー、ハレルヤ引いた。皆さん、これがハレルヤですよ。
これが。うわー泣きそう。うわーすいません。すごい音楽全カットね。全カットください。全カット写真を。え。うわーハレルヤー。いやー素晴らしい。ここで固めてくるか。ありがとうございました。素晴らしい。長かった。長かった。まあ、この回が、まあ、ナスママでも一番再生回数多いです。なんと335万再生。うわすげえ、335万回、はい、335万回言ってます。すげえ、そんなことあるんだ。335万回、マジで、まあ、ダントツ。ハレルヤの引いた回見てくれた人たちありがとう。すごいよね、300万。まあ人ではないにしてもさ、うん、でもなんか200回もやってきたけど、オキドキとハーデスと凱旋と聖夜ぐらいしか覚えてねえな。あの一番多く売ってるからね、うん、200回で8年ぐらい。そう丸8年ぐらい、まあ、8年あれば結構人は変わりますからね、うん、はい1303枚、はい、よし。えだってやっぱね最初の頃の映像を見るとね、もうフルでなんつうの、ただ若い、若いっすよね、若い、あの動きが若い、わかる、すごいねバネがある動きに、若いんだよ、たまーっ30代前半だもんね、うん、30代前半、俺はこっから売れんぞっていう野心というかパワー、ね、わかるわ、すごいそれをねやっぱ感じるよね、やっぱ若さとそれがミックスされて、うん、あのなんていうんだろう、あの世代独特のエネルギーがある、まあ、ギラギラしてる、ギラギラしてる、今20代30代で、何かやろうかっていう人たちはね、あのバカみてえにやった方がいいっすよ ね、 ね、バカみてえにやってたもん、そう何でも全力だったね、すごい、ありがとうございます。なんかその車でよく言ってたけど、地方にこの収録に行くっていうこと自体にテンション上がってた、上がってた、それこそやっぱジャーニーとかが、うん、あのなんていうんですか、もうその一線、第一線で、そうだね、その売れてる人たちはもう飛行機、新幹線、地方に行って収録をして戻ってくるみたいな、だ地方に、ああ地方に収録にお呼ばれするんだって、うん、東京から日本全国へ収録にしに行くっていうこと自体がエモかったっすよね、うん、エモいエモい、うん、まあ、やっぱすげえ今でもありがたいことだなと思うんですね、うん、いや本当そう、やっぱいろんな事情でちょっとなかなか地方行きづらくなっちゃった時に改めて恵まれてたなっていうのを実感しました、うん、いやもう昨日の松本城を見てそう思った、ああやっぱりこれっすよ、なんかもう絵みたいだな、めちゃくちゃかっこいい、何これ、何これ、エフェクトなのこれ。じゃあこれ普通にだからあの夜光モードで撮ってるだけなんですけど、いやカメラの性能がすごいでしょ、いや松尾さん撮ってくれたんだよ、すごかったのよ、初めての競艇、初めての競艇、今日初めての競艇、生まれて初めての、だからもうこれからはね、あのありがたみをもっとねあれしていこうと思います。そうね、地方のね、うん、そうね、今まではどこ行ってもあの着いたと思ったら酒飲んでベロベロになって寝てパチンコパチンコって帰るっていう地方の遊び方しかしてなかった。もうそんなんじゃなくてもっとあの地域を見るというか、まあ、大人のたしなみを、そうね、旅の醍醐味よね。あとはもうやっぱこれだけさやってるとさ、すごい、あまたナスママ来るらしいだっていう地域が、うん、まあ、大体増えてくるじゃないですか、はいはい、ただ未だに行ってみてんだけどな、どこすっげえ遠くでやってんだよなっていう人たちがまだ残ってると思うんで、確かにそういうところに行けたらいいですよね。なんかいつも東海地方ばっか行ってって思ってた人いると思うからね、引き戻しとか、まあ、これは残機がゼロになったら あのチャンスゾーンに入って、あーなるほど、うん、最初にやっぱ来てな最初に来たいんだよななんかやってるなってなっちゃう、うん、最初に来たいんだよね、サマイは諦めるんで、うん、じゃいつも通り最初にやってもらっていいですか、わ、うん、かりました、
今ね一生懸命黙ってますね。あめ起きてんな起きてんなと思いながら。あ地獄の地獄の振り分け地獄の振り分け。一番のこと。地獄の振り分け。いやこれでもレイオーに勝ったら勢いづくよ。まあ、レイオーもね僕何回か勝ったことあるんでね実は。うん、まあ無視多いね。来た来た来た。えレイオーに勝ったらなんか恩恵とかないんですか。ないっす。ないと思います。ないんだね。強いだけです。それはあってもいいな。強いだけです。いいね。うまい。これで止まんなくてもね。おお、2個止まれば勝つよ。おお、あっち。ただ向こうのが優勢なんだよ、まだ。これでも。いや、でもいいペースですよ。これでやっと合格。これはいいよ。チャンスだよ。うまいうまいうまい。勝てんじゃねえかこれ。あのダメージ入れば。よし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 。これ勝てんじゃないか。これはいけそうですね。おお、チャンスね。うめえ。よし。倒した。あんなブーブー言ってたのにあの振り分け。よーし来た来た。こういうこともあるんだね。ババババババ。かっこいい。いやこれ気持ちいいですよね。よーしゃ2回目さあどっち119。今度はちょっとじゃあ後転がいいな、ね、そうね、ご飯行っちゃってもいいな。ああここであの今回ねあの前後半分けるからね。分けるんですか。うん、分けるらしいよ。分けるからこれ後半の頭に置いといた方がいいんじゃないか。これ後半取っときます。取っといた方がいいんじゃない。これ12時半。まあ、うん、そうか。じゃあ後半のお楽しみ。重ね掛けもできるよ。レバーセンディングストーリーかけるライトニングストーリー。これあたあのレアエックじゃなければ当たりです。勝てる。流れ変わりましたね。今むずっ。ガスガスガス。あこれたまたま変わったタイミングのレバー。ガスガスガス。せっかく200回綺麗なんで勝ちましょう。